ライブ会場前に、の前に、ギリギリ、よし、到着いたしました。皆さん、こんばんは。どうぞ、はじめましての方ばかりではありますけれども、タビートという2人組でやっています。実は今日が初のライブになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。初ライブということでちょっと緊張しておりますけれども、頑張っていきたいと思います。それでは、1曲目、生きてるだけでというオリジナルの歌を聴いてください。僕がカーエノという名前で、音楽活動をやっています。そして、僕が伊藤和夫という名前でやっております。でずっとちょこちょこと音楽活動とかをですねお互い応援し合っていたんですけれども、本当1ヶ月ぐらい前ですね、に組みまして、出来たてほやほやの、バンド、デュオでございます。で2人ともですね旅が好きで、僕はですね日本一周を自転車で、やったことがありまして、で彼も今後ね来年再来年ぐらいに日本一周をするという目標を立てておりますので、ほらかゆちゃんの話、自転車で出ようかなと。沖縄の話、沖縄のどの話をしましょう。三振ですね。僕ですね5000円しかお金持っていかなかったんですよ、日本一周の旅に。であとは路上ライブとかだけで、稼ぐというやり方で、なんとか生き延びて帰ってきたんですけど、で沖縄に行った時にどうしてもその三振が欲しいと思って、もう道の駅でもうずっとひたすら歌いまくってですね、でそこでその
三振をちょっといい三振をゲットしたっていうねお話がそうですあるんです。今でもねあのそれをいくらですそこの時4万ちょっとぐらいですね、三振を買いまして、今だったらねこうやって2人組なんでなんかあの先ほどあの四万十の宝とかねあの聞いてあこれ2人でやれるんじゃねえかなとかちょっと心の中で思っていたんですけど、これあれそうですねこれぜひよろしくお願いしますということであの、まあ、僕らの、ね、初ライブということでここでねこんな温かいね皆さんの前で、発表できて本当ありがたいですね。ありがたいです、はい。そしてそんなね僕ら2人が、頑張ってですねちょっと新曲を作りました。はい、2人でちょっと歌詞を書いて、一歩前進という歌をね、作ったんですけれども、まあまあちょっとねなんだないやいけるかいけるかみたいな ね、そんな感じでしたけれども、まあ温かい目で、ね、見ていただければと思います。ちょっと糸数くんあのハーモニカの準備しますので、はい、MC をお願いします。よ、糸数くん糸数くんと言います。多分初めましての方がたくさんだと思いますので、もう軽く僕の自己紹介をいっぱいしようかなと。ちょっとこう、僕21歳で、孫と一緒じゃん。孫が22やん。22ですか。孫ちゃん。21歳で、高校生。じいじ。16。ひ孫か。そんなに変わんないですね。変わんないです。なので、ここにいらっしゃる中で一番若いのかなと思いますので、ちょっとこのライブで皆さんに若さを10歳ぐらい。若さビーム。届けたいなと頑張りますので、ライブもそこまであんまやったことないので、ちょっと緊張してるんですけど、21です。若さが溢れております。緊張してるんですけど、若さに。ちょっと頑張って乗り越えますね。若さに。ちょっと今後使わせてもらいます。しっかり使わせてもらいます。僕も隣でこう若さ吸収してますから、こっちが。吸収。自分はどちらかと吸収する方の若さ。いきますか。はい。新曲を。はい。では、一歩前進という歌ですね。はい。聴いてください。
歌がありまして、僕のライブでなんですけれども、それをね、ちょっと2人で最後歌って終わりにしたいなと思います。で、一緒に歌えるフレーズもありますので、よかったら一緒に皆さん歌っていただければなと思います。そして僕いつもアコギと、歌でやってるんですよ。でもうどうでしょうね、十何年間とそのスタイルでやってきたので、このスタイルがやったことないんですよ。この、マイクとギターを持たないでこのスタイルが。でさっき1個本当はタンバリンやろうと思ってたんですけど、さっきのその千恵子さんのなんかすごいはーって歌ってたじゃないですか、こうはーってうわすごいなと思いながら、でそのさっきの休憩中に俺もちょっとあれやっていいって俺もあれ やりたいなということで、もうタンバリンもハーモニカもちょっと置いてちょっとこれでやりたいなと思って、まあ、多いにやってちょうだい、そう多いにやろうとはーっかーっていう感じの歌ではないんですけれども、ちょっとこんな感じでやりたいなと。あ、それがいいね。はい、思ってます。なんか会話ちゃんらしさが出るかも。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後の歌、またねという僕のオリジナルを2人で一緒に歌いたいと思います。さよならじゃない、またね、さよならじゃない、またね、ワン、ツー、スリー、ゴー。お別れはしない。
この辺りは。ありがとうございます。ニコニコしていいでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。